どうも、あやかと、ひろで、キムちゃんズです。どうもー。はい。チャンネル登録よろしくねー。はい。はい、久しぶりですね、皆さん。はい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 、元気ですか？元気ですよ。元気ですよ。あなたに言ってた。みんなに言ったのに答えてくれた。元気、元気。元気やな、よかった、よかった。さて今回はえないぷんの新曲来ましたのでひろさんと一緒に見ていきまーす。はー、なるほど。ごめんなさい、出遅れたな。そうですね、ちょっと出遅れたんですけど再生数すごいことになってるよ。なんなんこれ、やばいね。すごいね、うん、さすがハイブっていうのもあるし、さすがえないぷんっていうのもあるし、なんかもういろいろ感じることはありますけど、あの私たち MV をほら追って見ていってるじゃないですか、うん、ちょっと途中で止まっちゃってますけど、ごめんなさい、ちょっとプライベートでいろいろありまして、あのいろいろ取り上げるのがちょっと今できない状態なんですけど、没頭するっていうか憑依型っていうか、その世界観を伝える能力が高い彼らっていうイメージがすごいあるんですけど、バイトミーって呼ぶかな、バイトミーも多分そうなんやろなっていうタイトルやん、完全初見なんですけど、でそれもいいねんけど MV だけじゃなくてステージも見たいなってなったので、今日は MV とステージと2本仕立てで皆さんと一緒に見ていけたら面白いんじゃないかと思いまして、ヒロ君も誘って、ヒロさんも最近ちょっと忙しいですけどね、誘ってみようっていうことになりました。まあ、なかなかねちょっと音楽業もあるからいろいろやらなあかんことはあるですよ、ね、あるですよねってみんなありますよね、あるでしょ、みんな ね、 ね、いろいろと大変やね。じゃあ行きますか、はい、久しぶりすぎて私ほんまに悪気ないねんけど、名前パッて見てわかるかなっていう、覚えてんねんけどこのいつももねんけど MV ってちょっと暗いやん、うん、一瞬誰かわからへんかったりするかもしれんから、ちょっとほんまに失礼のないように気をつけたいと思うんですが、ヒロさんはそもそも MV でしか彼らを見たことがないから、結構前でしょ、ね、名前と画像、画面の一致がちょっと難しい感じだな。ちょっと難しいかも。なので私がこうちょっとティーチしながらやっていきますね。緊張すんねん、いつも。なんかな、かしこまんねん。えない分見るとき、いつも。すごすぎるから。確かに。なんか、あ、来るでっていう、このなんか、いい意味でピリつきがねんな、いつも。まずは作品を楽しみましょう。Okay. 曲をね。OK。いきますよ。はいよ。いきます。せーの、スタート。あ、急に始まった。うん、え、もう映画やん。映画みたいね。え、いや、お墓、すごい服、戻ってきたメロディ、うん、展開が驚く、いつも読めへんね、うん、ちょっと待って、女の人と踊ってるやん、ほんまやね、これはいろんな感情があるんちゃうかな、うん、大人っぽいな、大人っぽくなったな全員、ここでラップ行くと思わへんよ、うん、だってニッキー君ちょっと大人なのか、
ペアダンスっていうのかな。お、もや。それやると思わなかったな、私。勝負したなって感じかな。なるほど。思ってた以上に大人な感じの曲やったね。はい、終わりました。 Dark Moon。 なるほど。はあ。じゃあワインでも飲みましょうか。飲もうかっていう感じの。ワインとチーズが食べたくなったかな。大人やねんな。残りさ、まあ、曲、まあ、曲はすっごい洋楽っぽいからアメリカの音楽っぽくて個人的に、うん、聞きやすいかなっていう、うん、でリズムはちょっと今時のリズムで、うん、そうね、若い人向けなんですけど、うん、メロディーがあのサビコーラス部分での、うん、ダッタララララがメロディアスなのでなんか聞きやすいし、あの個人的にはシンプル、まあ、K-POP ってシンプルに見て、K-POP、シンプルじゃないんですけど、実は。いろいろやってるんですけど、うん、まあ、メロディーはシンプルだったのが良かったかなって。確かに確かに。聞きやすかった、ね。聞きやすかった。すごいキャッチやったなっていう曲の印象もまああるんですけど、それよりこのサビのペアで踊ってる部分に関して、まあ、私がね、例えば、プライベートでこれを見たら、へえ、みたいな、なんか、ダンスグループが、女性とペアでダンスで踊るってあんまないはずやから、うん、珍しいな、どうアプローチするのかなってみんな、私やったら、うん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 、いろんなことに気を使うと思うね、多分このシーンって、はいはいはい、すごくもう私が考える以上に気を使ってると思うんだけど、でも気を使いすぎたらダンスとか表現が硬くなっちゃうし、うん、配慮しすぎも良くないと思うね、作品として。作品の世界観を伝えるのがプロやから、うん、考えすぎたらあかんと思うんだけど、でもやっぱ考えると思うなーって思いながら見るねんけど、私はね、私がプライベートで見るやつはそうやけど、ファンやったら自分が、うん、うわーってなるかも。あ、ファンやったら、うん、うんうんうん、っていうシーンかなと思って。なるほどね。うわー、これやんねやみたいな、いろんな感じで嬉しい気持ちもあれば、ジェラシーっていうんですか、うんうん、自分の推しがさ、例えばドラマ出ててさ、主人公の女の子とチューするシーンとかがあったらさ、嬉しいような悲しいようなって女子はなんねん、まあね、これ男子には多分分からへんのかもしれないけど、ちょっとそれと似た感情は抱く方もいるかなと思ったんですけど、うんうんうん、そのリスクをやっぱり個人的な意見ね、そのリスクをなんかやっぱり弟みたいなんだけど、今日は黙って聞いとくねん、はい、椅子、じゃあ私より大きいねんね、全然。黙って聞いとこうと思って。椅子が私の方が高いだけやで、もう嫌やわ。下がろうから、後ろ。ちょっとお姉ちゃんの話聞いとこうと思ってね、黙って。何？もう巨人みたいやん。何を落としたか忘れたし。あ、そういうリスクは会社も分かってるし、てか狙ってやってると思うし、多分そこは。彼らも、わあ来たかって多分思ったと思うねんけど、だってペアのダンスなんかこの年齢でなかなかせえへんのじゃない、女性と社交ダンスでもないしさ、う、ね、うん、なんかすごいいろいろプレッシャーある中でそれを超えてその曲の良さを伝えなあかんから、めっちゃ難しかったんちゃうかなと思って。なるほどなるほど、うん、それは言いたかった。はあ、いろいろ感じたんですね。うん、このシーンだけでめっちゃ感じた、いろいろ覚悟を。このシーンだけ見たら自分はね、うん、なんかこうなんて言ったらいいのかな、いい言葉が見つからへん、こうサイレントジェラシーな感じ、うんうん、なんかこうそうだよ、そうそうそう、なんかこうなんていうの、そうそうそう、こう言葉にならへんジェラシーっていうか、そうそうありやん、なんかそういうそう、なんかそれを含ませた、そうそう、含ませた感じかな、そう、狙ったっていうのは、そう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 、うん、あとえらい分はあんまり、ほんとごめんなさい、あんまり覚えてないんですけど、曲自体はあんまり、うんうん、やっぱ R&B が多分基本になってると思うから。ああ、そうだね、やっぱマイナー系の子供多いし、まや、そう、やっぱりそういうなんていうの、こう情緒的なっていうか、うん、ちょっと、うん、ね、感情刺激するような、はい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 、ほんまやな、コードとかメロディー、うん、
曲がね、まずそう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 、はいはいはい、そうやな、引っ張ってくるような曲の世界、そう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 、すごい上手いよな、それが全員が R&B と、まあ、ヒップホップの融合だと思うんですけど、そこがすごくやっぱ魅力的かなって単純に思いますけど、ちょっとラテンのリズム入ってくるところも好きです。そのラテンのリズムで多分おそらくそういうこうパッションを表現してると思うんですけど、はい、エロティックさもあるし、そう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 、うん、でもやっぱり全体的にはこう、こうなんていうの、静かなこうジェラシーかな、やっぱり。いや、わかるよ、これは難しい、難しいね、簡単ちゃうか、まあ、これは今作品として見てるので、次この後見るパフォーマンスが楽しみでしゃあないわ。このやっぱ場面ってすごく大事なんじゃないか、必要不可欠なんじゃない、多分このなあ、ね、もうこれ待ちみたいになるやん、うん、ちょっとどうしても、うん、あのパフォーマンスって時になったらそれをどうするんだろうかって今はもうそれしか頭にないわよ。そうですね、いやうまいな、うまいね、あうまいってあのスキルがっていうことだけじゃなくて見せ方とかね、そう見せ方がうまい、曲もすごい、えってなって、結局また戻んねんな、自分の聞きたいメロディー、 あの展開は読まれへんかったね、全然、あのタイミングでラップするっていうのはちょっとびっくりするよ、抜け感やね、ある意味、抜け感っていうか抜けじゃない、そうそう、よかった、わざと抜いてからのもう一回メロディアスって、あれはやられたな、私、ね、結構やられた、まあ、えらい君いつもやられてんけど、なんか好みかって言われると、そもそもあのダークなんは正直言うとそんな好きじゃないんですよ。なんだけどクオリティの高いダークってこうなるんやって思ったら楽しい、ほんまに。なんかディズニーランドとかシーに行ってさ、あの何やっけ、あの怖いの何個かあるやん、ホーンテッドマンションとか、あのタワーオブテラーとか、ああいうコンセプトは私あんま好きじゃない、怖いなと思っちゃうタイプやねんけど、魂持ってかれそうと思っちゃうねんか、ちょっと純粋やから私、永遠の二十歳やから、二十歳にしてはちょっと子供か、魂持ってかれそうって思う。僕は5歳ですけどね、5歳見ても分からへんなやけど、あまりにもそれがハイレベルやとこんなにも楽しいんやなっていうのは気づけてよかったかなとは思う。確かにね、ちょっとじゃあ早見ないから見ていい？ OK、 早くパフォーマンスが見たいね私。なるほど、でいろいろパフォーマンスあったんですけど、なんとなくこれが一番見やすかったかなと、見やすかったというかまだ見てないけど見やすそうかなと思ったので、 Mnet K-POP を選びました。ほうほうほう、はい、5月25日の分ですね、それをちょっと選びます。いくよ、じゃあ Mnet 版いきますよ、パフォーマンスいきましょう。いつも思うんだけどな、 MV 見た後にパフォーマンス見たらな、イメージめっちゃ変わるからな。ちょっと待ってな、うん、鼻かゆい、いいよ、これカットせんくてもいい、うん、鼻かゆいもんだって、うん、では行きます、せーの、ポチ。セットもすごいね、よりダーク、そういう感じ、かっこいい、あ、ニキ君髪の毛かわいいよ、なんか、うん、編んでた、入ってんな、お、なるほど、やっぱヴァンパイア感あるよね、うん、ずっとあるな、うん、ずっとそのコンセプトやな、うん、ダイナミックやな、ニキ君やっぱ。すごい。動きが。いいね、ジェイ。ここね。かっこいいね、ここ。かっこいい。お、来たよ。お、来た。もうそればっかり見ちゃう。来た。
へえ。緊張感あるわ、なんかいろんな意味で。うん。軽いな動き。重力あるか？ほんまやね。無重力みたい軽さ。かっこいいな。うん。かっこいい。戻った。すごい。はあ、見ちゃった。すごい。マジで。何よ。何なん。もしかしてさ、私らさ、人間と思って見てたけどさ、彼らほんまに吸血鬼なんじゃん。そうなんかもしれんね。うん。だってもう表情が吸血鬼やもん。彼ら自身が吸血鬼って思ってなくて、私あんまり。そんな考えてなくて、そういうことまで。曲とかさ。ダンスとか思って見てたけどさ、人間離れしてる。してるね。なんでこんな入れんの世界に。なんのすごい集中力やねんな。なんか思ったのは、うん、もう一貫してみんな同じ表情やねんな。はい。だからもう誰一人世界観が違う人がおらへんっていうか。そう。散らかることが絶対にないって感じ。なんかそう7人が1人やねんな、やっぱり1人が7人みたいな、うん、なんかそういう感じ、うん、ほんまに。何これ、ちょっと信じられへんねんけど。ほんまに言葉にならへん、いつも。まあいつもか、これ、うん、何か見てたけど、いつも私が放心状態になってるな、うんうん、一回じゃあお茶飲まして。私も飲もうかな、ちょっと冷やそう頭。最新である彼らを見たのはほんまに久しぶりっていうか、あんまないから、それもあるかもね。一番最近の成長した彼らを見てしまってびっくりするっていうのが本音かもしれない。だってさ、ヒロ君もあんまり知らんかもしらんけどさ、うん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 、ジェイクとかさ、うん、全然私が知ってた時のジェイク、いつの話って言うかもしれんけど、オーディションの時とかおぼこかったもん。名前は何人か知ってるんですよ。ミキ君とかソヌ君とか、ソヌ君はヒスン君とかね、名前は知ってるんですけど、顔と名前が一致しないの。髪の毛色変わっちゃったりするとね。そう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 。ちょっと待って。あ、じゃあ一個現実的な問題。あ、言って現実的なこと。あのさ、一個疑問やねんけどさ、うん、これごめん、前も言ってたらほんま申し訳ないんですけど、あのこの曲で感じたのが、あのラップの部分さ、2回出てくるじゃない？ 2 回で合ってるかな。うん、そのたんびに回して歌ってね、みんなラップ、うん、専属のラッパーがいるわけではなくて、結構みんなで回し回し歌ってんねんけど、それは全員ラップできるっていう認識でこう言ってるのかな。全員で回すっていう感じなのかな。うん、なんかやっぱ自分が思うのは、うん、レベルであんまり言うのは好きじゃないんですけど、うん、大体みんななんていうの、同じ立ち位置っていうか、同じことできると思うね、多分みんな。あ、技術の共有。技術の共有、うん、そうそうそう。なるほど。だから誰がラップとかそういう概念じゃなくて、多分、うん、なるほど、なんかそうそうそう。うんうんうん、なんかそんな気はしますけどね。やっぱもうここまでやっぱすごすぎると。私さ、最近さ、うん、なんかたまたま全然関係ないのに、今すごいこれとつながったんちゃうかなって今ピンってきてんけど、うんうん、今ヒロ君が言ってくれたことで。うんうん、
私が今まで働いてきた環境の話ですけど、まあ、普通に仕事でもバイトでも何でもいいんですけど、うんうん、やっぱりさ一人がさ例えば体調不良でさ休んだらさ、うん、その人の分カバーしなあかんやんか、うんうん、どんな仕事でも、はいはい、でそれは組織で働いてたらそんな当たり前やんけど、うん、結構な会社が良くない例ね、良くない例が一人抜けたら成り立たへんっていう会社、うんうん、君に休まれたら困るよみたいな感じの会社って、うんうん、正直あってはならないことやと思うんだけどプロとして、うんうん、一人休んでもみんなで回せるようにしたりとか代わりに誰かできるようにするのが会社の役割やと思うんだけど、それができてない会社って多いと思うんだか、うん、で逆にいい会社有料休業っていうのは一人休んでもカバーできるようにちゃんと普段から蓄えてるしみんな共有してるし、うん、っていう会社やと思うんだ私は、うんうんうん、だから有料企業やなと思って、ねうまいこと言うな。言いたいことわかる？わかるよ。一人、例えばこんだけハードに働いてたら、絶対に体調崩すときって出てくると思うね。毎日働いてたら。その時に、代わりはおらへんから、まあ、休むことになるやん、一人。でも彼がいなくても、ちゃんと局として慌てずに、いつも通りのクオリティでできるようにするっていう意思も感じるねんな。うん、だからこれは自分の予想ですけど、うん、多分みんな同じような練習してるんじゃないかなと思って。椅子抜けてもって言ったらあれですけど、変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくて、うん、なんか休まなあかんいなくても投げ出すように、うん、その人のパートの部分も多分練習したりとか、うん、それは感じますけどね、ちょっと、うん、間違ったらごめんやけど。いやでも感じる、有料企業感じる。そうそうそう、なんかカバーできるレベルあるんじゃないかなと思って、うん、みんなが、うん、すごいな。すごい。だから今までやったらさ、今までの概念で言ったら自分のパートはここだけだからこのパートしっかり歌おうとか。そうやな。だからどうしても世界観がバラバラになっちゃうのみんな。うん、なんか自分のことしか、まあ悪く言ったら自分のことしかやってない。うん、自分のパートがいいから歌おうみたいな。うん、でもやっぱこう有料企業はなんか、うん、そうすごいまとまりがあるというかそういう意味では。ごめん、ハイブが有料企業って言ってるわけではない。だからって悪い企業って言ってるわけじゃない。そこじゃなくて彼らが有料企業っぽいって言ってるだけね。うん、でもさ、それしよう思ったらさ、普通の練習じゃ無理よな、うん、時間、人間って時間24時間やんな、平等やんな、それは。マジか。まあでも一つ間違ったらあるのがヴァンパイアやから、彼ら人間じゃないから。え、ヴァンパイアな、そこは間違ったらあるんじゃない。私分かってへんねんな、彼らはヴァンパイアん。そんなよく分かってないねんな。ヴァンパイアにほらここ噛まれてたから人間なのかなと思ってんけど、あでも噛まれてたからヴァンパイアなんかも。でも夜しか無理やもんな、でも活動。そうなってくると、じゃあ24時間もないやんな、うん、昼間寝とかなんか。いやほんまにちょっとすごいな、すごいとしか言わないよ。韓国のハイブがとか分からへんねんけど、私詳しくないから。韓国のダンスグループはほんまに統一感とかの詰め方が半端ないわ。なんか個性はその後から出てくるものであって、まずは揃えようっていうか意識を整えようが感じる、めっちゃ、うん、まずは曲を伝えることを、クオリティ上げることに専念しましょうっていうのをすごい会社的にも韓国音楽にも感じるやんか。でその中で人気が出てきたりとかってすると思うんだけど、その時の人気の出方で、まあ、個性を出してってそれで売り出したりするのかなって思ってるけど、日本とはちょっとやり方が違うんじゃないかなと思って、うん、日本だともうちょっと最初から個性結構あるから。日本はすごい個性求めるからね、うん、個性、まあこれ愚痴ですけど完全に個性育てる環境じゃないのに個性を求めるんです。あ、だからじゃない、そうそうそう、反動じゃない、そうそうそう、フラストレーション。でも K-POP とかはそこが大事なんじゃなくて、うん、結構みんなまずは一定以上のレベルの、なんていうの、行ってから考えようって感じな気がする。そうそうそう、そこかなと思いますけど、うん、ちょっと大人になったから少しあれやね、大胆になったんじゃないってちょっと思った、うん、そう、爽やかとかが売りじゃないから、じゃあ大胆になっていくと思うねんか、やっぱセクシーな感じもやらざるを得ないよ ね。でも全然あれやね、下品な感じがないのがほんまにすごいな、今の人たちって品がいいのが出てるからみんな。ね、まあ、ちょっと本当にいいとこの息子さん感がすごいもんな、うん、ちょっとはっきり言っちゃうと、うん、もうかなりすごいと思うんだけど、いや終わりますか、終わりますか、ほんまに感動した、最新の見れてよかった。レベル高いな、ほんまに。レベル高いな。ほんまに。レベル高くて音楽聴く
タイプではないねんけど、なんていうのかな、レベル高くてイエーイみたいになる時もあんねんけど、基本的には好きな音楽聴く方が普段は多いから。あと自分たちさ、なんかこう小難しい音楽って言ったらあれですけど、なんか結構シンプルな楽曲で、うん、そこのレベル高い音楽とか自分は好きなんですよ、うん、だから逆にそれもいいなと思う。聞きやすいやん、すごい。聞きやすい。そう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 。そんなに音数がないのがエナイプとかやろ。そうそうそう。しっかりこう歌の世界に入らせてくれるというか、うん、ねえ、なんかそれもすごくいいよね。確かにこれはちょっと分かり合える方がどれぐらいいるか分からんけど、音数が増えれば増えるほど耳が疲れちゃうから、私どうしても聞くこと増えるし、うん、なんかね、中にはさ、またこれも愚痴やな、なんか何がしたいんか分からへんってあるやん、たまに音が増えてきたら。そうそうそう。でも中にはね、そう、中にはね、うん、一部やん、一部あるやん、うん、だからたまに辛口やねんな、うん、そう、そういうのもやっぱりこう取り除いてね、なんかすごい聞きやすくしてくれてるのは、うん、いいなと思いますけど、ほんまに。そうやな、シンプルイズベストって感じやな、うん、ほんまに。洗練されたっていう言葉が合う。そう、だから上手くない人それも無理だと思うから、うん、今日の中で結構びっくりしたのは、ニキ君がまず大人っぽくなってた。ちょっと野郎感が出てきた。前はこう少年っぽかったんけど、ちょっと青年感が出てきたのと、ジェイが色っぽかったのと、ソヌ君がいつも可愛いイメージでどうしても見てしまうねんけど、やっぱ表現力の塊やなと思って、エロティックにちゃんと見えたなっていうことと、でもみんなあるで、そんなん言ったら。ジェイクなんか、爽やかな少年やったのにこんなことになってしまってどうしようっていう、親戚のおばさんの気持ち、マジでジェイク推しなので、結構、ああなるほど、なんか裏表のない感じの人好きなんですよ、うんうんうん、でなんかジェイクさんって私の勝手なイメージなんですけど、なんか思ったことをなんていうのかな、素直に話すタイプの方なのかなって思って見てたので、うん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 、最近知らないんですけど、それがこんなになっちゃってっていうのもあるし。なるほどね。いやでもそんなん言い出さ、みんなのこと語ってたらこれ40分50分なるの。なるね。あかんの。うん。ダメですぞ。よく印象に残った方いらっしゃいますか。全員僕は全員ですけど、あれっていうとしたらミキ君かな。あんまり実は知らないんですけど、なんかあんま知らなくても見ちゃうっていうのはやっぱり見ちゃうな、そういうことよね、結局。うん、確かに、うん、まあ私たちが日本人やから日本人に目が行くっていうのもあるかもしれんけど、多少はね、うん、でもあんま関係ない気がする、うん、それは。なんかやっぱ動きとかがダイナミックで目に入ってくるっていうのも、そうそうそう、目に入っちゃうね、うん、追いかけちゃうというかね、つい、うん、そういうなんていうのあれを持ってるね、彼は。引きつける。持ってるな。人を引きつける。持ってる。なんかステージに立つ人って感じがするね、聞くのね。それ言い出したらな、うん、この今ちょっと画面見てるんですけど、うん、ヒスンさんもな、センターに立つことがやっぱ多い方なんですけど、うん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 、歴もあるしね、うんうんうん、没頭力がやばいし、没頭力がありすぎて、このステージ終わった後倒れはらへんかなって思うぐらいの熱量。すごい目力やね、彼。あー、そうなのよ。それは感じたかな、すごい。オーディションの段階からそうやった。もう最初からそんな人やった。一回こう、引きつけたらもう離さへん感じ。あ、ロックオン、うん、あー、ロックオン感あるな。確かに確かに。あとはね、ソンフンさんはね、うん、もともとフィギュアスケーターの方です。なので、いちいち綺麗。姿勢がすごくいい気がする。そう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 。ね、でいちいち綺麗で品があるから、確かになんていうかな、かしこまる、はいはいはい、変な意味じゃなくて、なんかちゃんとしな、ちゃんと座ろうみたいな感じになる。しっかり品がしっかりしてるというか、そう、ね、なんかこういう曲合うねんな、うん、エロティックさも入ってる曲の時に変にエロティックにならずに綺麗なエロさを、エロスを出してくれるのはソンフンさんが底上げしてると思うねん。確かに品のりエロティックな感じはね、うん、これはソンフさん結構いい仕事してる気がする、個人的に。はいはいはい、確かに。エロさを一番静かなエロさみたいな、サイレント、なんかも言いたいだけやんけど、エロティック、サイレントエロティック。あんまり良くないな、あんまりしんどい言葉じゃなかった。もう自分らがね、あかんわ、うんうん、大衆やから、大衆。なんか、あと、ソンフンさん。ソンフンさん。ソンフンさんも可愛いイメージで止まってたんやけど、
愛嬌のある方なんですけど、ソヌ君と、うん、あのちょっと似てて、すごい愛嬌のあるイメージで私は止まってたんだけど、あの彼のずるいのあれね、まろやかやねんな表現が。攻撃的な感じもできるけど、もちろんそのもともと持ってる雰囲気がまろやかやから、こういうこうちょっとグルービーな曲の時にすごいピタッと合う気がする。なるほどね、なんか、ま、丸いね表現が、ずっと流れてるみたいな、硬、はいはい、くないっていうか、まあ、全員やねんけど、ほんまに何か見てて何か何か見やすいって言ったらやけど、うん、確かに違和感がないっていうか、彼らでもあれやね、なんかこう綺麗がいいだけじゃないもんね。そう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 。なんか、そうそうそう、それがいいな。なんか柔らかいとこはすごく柔らかいし。そうやね。それは感じる、ね。身軽。そうそうそう、うん。全員に言えるのは身軽め。ふわふわしてる時もあるし、うん、なんかいい意味でね。そう。ロック系のダンスばっかり踊るわけじゃないやん、当たり前けど。しっかりこうやってるだけじゃないやんか。じゃないやんか。踊ってるだけじゃなくて。それがいい。なんて、もう一回やって。しっかりこうやってやってるだけじゃないやんか。よいしょ、よいしょって。よいしょよいしょ。もう。終わろう。終わりましょう。ね。終わろう終わろう、詐欺になっちゃうから。いやだって没頭しちゃってなかなか世界から帰ってこれてないね多分今。確かに。まだ喋ってるってことは。うん、余韻が残っちゃって、映画見た後にめっちゃ喋りたくなる感じと似てるかも、はい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 、と思った。まあ終わりましょうか。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。現実逃避しました一瞬。はいね。ありがとうございますって感じ。はい、ということで今回はエナイプンの Bite Me、MV バージョンと Mnet K-POP のチャンネルよりステージを見させていただきました。はい。はい、久しぶりにあの最新の大人な彼らが見れて、ちょっと驚きを隠せなかったですけど。皆さんはどう感じたでしょうか。はいね、うんうん、はい、ということでもし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしま す。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバ イ、 バイバイ。どんな男性だっけ。よいしょ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 。だからあざと言われよいしょよいしょやばいな。